ジャンブロックの1801年の絵画、ヒュアキントスの詩、ポワティエ、サントクロワ美術館所蔵。ティエポロの1752年から1753年頃の絵画、ヒュアキントスの詩、マドリード、ティッセンボルネミッソ美術館所蔵。ヒュアキントスは、ギリシア神話に登場する美少年である。アポローンに愛されたとされ、死後にヒアシンスになったことで知られている。 ヒアキントス、ヒアキントスとも表記される。ヒアキントスは、スパルタのアミュークライ氏の生まれで、アミュークラーストラピテースの娘ディオメーデーの子であり、キュノルテース、アルマロス、オイバロスと兄弟。あるいはオイバロスの子。また、別の説では、ペラオーピーエロスと歴史のムーサである、クレオーとの間に生まれたとされる。こちらの説によると、クレオーはアプロディーテが、 美少年がドーニスに恋しているのを咎めたために、アプロディーテの怒りを買い、ピーエロスに恋をするように仕向けられたのだという。アポロドーロスによると、ヒワキントスは、アポローンが誤って投じた円盤に当たって、命を落とした。一方、オーディウスの変身物語では、アポローンと円盤投げの遊戯を行っていた際、ヒワキントスは、アポローンの投じた円盤を拾おうとして走っていったが、 大地に当たって跳ね返った円盤を頭部に受けて死んだという。アポローンは死を悼んでヒュアキントスを花に変え、またスパルタ人はヒュアキントスの死にちなんでヒュアキンティア祭りを創始したと記述されている。ヒュアキンティア祭りではアポローンよりも先にヒュアキントスが英雄として祀られたという。ヒュアキントスの頭部から流れる地から咲き始めた花はギリシア神話においてエポニムで ヒアシンスとして知られている。ただし、この花は、現在のアイリス、ラークスパー、もしくは、パンジーであるとも言われている。一説には、西風の神ゼピュロスもヒュアキントスを愛していたが、ヒュアキントスはこれを拒絶した。ある日、アポローンとヒュアキントスが、仲睦まじく円盤投げの遊戯を行っている様子を、見て、西風の神ゼピュロスは、嫉妬に、返京してしまい。 アポローンの投げた円盤がヒワキントスに当たるように風を操った。このためヒワキントスはアポローンの円盤を頭に受けて死んでしまったという。ヒワキントスは元来アミュークライにおいて信仰されていたギリシア先住民族の植物神であったと言われている。このギリシア神話はオビディウス変身物語の題材となり、 18世紀、オーストリアにおいて活躍したウィーン古典派の三巨匠の一人として、活躍した作曲家、ボルフガングアマデウス・モーツァルトにより制作なされたオペラ、アポロとヒュアキントスの原作となった。ありがとうございます。